5歩なって第2レース A 級一般競争スタートです関東南関勢も出ていくんですが内から1番の井寺がここを主張しました6番の山本も早めに前に上がります切れ目狙いかその後ろが上原渡辺3、4番手九州勢後方から徐々に前へと上がっていきます3番杉山、7番の尾形、5番の竹内です 山本の一歩前に杉山が収まって井寺の前後に尾形竹内が今収まっていきました1周4コーナーで前段九州カルテット出来上がって切れ目6番山本後方東の2人上原に渡辺4対1対2となっています周回2周回目に入っています 正攻法7番の尾方慎太郎おとといまで玉野を走ってというところですが九州勢にとっては心強い援軍がやってまいりましたその尾形正攻法マーク1番の井寺そして福岡コンビ5番の竹内3番の杉山と続いていきます切れ目でも5番手という位置が6番徳島の山本博明後方に4番の上原拓也2番の渡辺秀明東の連携後方からまずはここは徐々に前へと上がっていきまして 九州勢にもうこのまま挑んでいくのか尾形が少しペースを上げて抵抗しますがお構いなしに上原が前に上がりますそして九州勢3番手以降ですが6番の山本内を空いたところ3番手までもう上がっていきました打賞を迎えます周回中とは前後入れ替わって上原渡辺が前段3番手山本2センターから発進は尾形さあ井寺 一瞬、口開き加減でしたが追いついて上がっていきます抵抗する上原をまずは尾形が捉らえていきました残り1周回です渡辺山本が早めにちょっと交代する形になりましたああ4番の上原は内を救って尾形に抵抗していきますさあ両者自力両者がもがき合って最終バックですがわずかに尾形が先頭で最終バックから3コーナーです2番手粘る上原その後ろから1番の井ラそして3番の杉山も早めに踏んでいく直線コース先頭7番の尾形1番の井ラ大須から3番杉山を伸びていく 井杉山あたりでしょうかそして5番の竹内も上位圏内リペレーで振り返っていきます上原が果敢に好意攻めてというさっき、えー、一瞬もがき合いもあったんですが前を制したのが尾形番手から井寺早め4番手から踏んでいた杉山が直線いや,いや短い佐世保であるんですが届くかどうかというところまで来ました内1番の井寺、外3番の杉山間5番の竹内 1>, 1番、3番あたり接戦か決定、もう少々お待ちください。第2レースでした